どうも皆さん、こんにちは。着バスです。今私は羽田空港第3ターミナルに来ております。京急のホームですね、いつも通り。ということで今回ですね、道内でねちょっと話したと思うんですけども、今回ねハワイに行きたいと思います。この動画はですね、残念ながらもともと企画してたね予定が全部ぶっ飛んでしまって、たわいもない動画になってしまうと思うんですけども、今回もね飲んだくれていきたいと思いますんで、ぜひね楽しんでいただければなと思います。本来ですね、バージンアトランティック航空のマイルを使って家族旅行でもねこちら使えるっていうところをね皆さんにお見せしたかったんですけども、残念ながら必要マイル数アップがね発表されてしまいましたので、私はね1人2万2500マイルで発券することができたんですけども、残念ながらですね、今ね3万5000ぐらいまでね上がってしまったので、一応ねこのバージンアトランティック航空のマイルでデルタの飛行機ね前回で行って、それ今回も同じなんですけども、こちらに関してはですね、繁忙期もね発券することができますんで、今後もねお得ではあるんですけども、ね必要マイル数ね1万ぐらい上がっちゃいましたので、ちょっとね微妙なラインですよね。一応ね、繁忙期はね、利用することができますんで、お得ではあるんですけどね、ちょっとめちゃくちゃお得感は減ってしまったみたいな、そんな感じになっております。またね、デルタスカイクラブランジね、今回突撃させていただこうと思ってたんですけども、残念ながらですね、すいません、クレジットカードの審査を落ちてしまってですね、三井トラストクラブ、ビザ、デルタのゴールドカードがあるんですけども、それだとね、ラウンジパスが3枚もらえますんで、それだとね、私、妻、息子ということで全員入ることができるということで、それもね皆さんにシェアしたかったわけなんですけども、今ね年会費、半額キャッシュバックキャンペーンとかもやってますんで、ちょっと 紹介させていただこうと思ったんですけども、それもね審査が落ちてしまって、お見せすることができずということで、ほぼほぼね前回の、デルタハワイ便とね同じ内容になってしまうかと思うんですけども、ぜひねお付き合いいただければなと思います。ということで本日のフライトは夜の9時ということで、今ね6時ぐらいなんで、早速ねチェックインしていきたいなと思います。今ねちょっと家族はねお手洗いの方に行ってますんで、ちょっと近くにはいないんですけども、今回ね私と妻、あと2人の子供を連れてねハワイ行きたいと思います。ということで行きましょう。それでは出発ロビー到着。今回この SBI プラチナデビットカードの手荷物宅配を使ってベビーカーを送りました。このカードね、年会費1万円1000円するんですけども、本当にいろんな特典ついてていいですね。手荷物1個、往復1個ね利用することができます。ということでこれをね受け取りに ABC カウンター行きたいと思います。それでは K カウンターの前でピックアップしてチェックインね、そのまましていきたいと思います。今回もデルタ航空ということなんで、前回どこだったかな、あそこですね、はい、アイカウンターなんでね、そのままチェックインしていきたいと思います。ここですね、めちゃくちゃ並んでる。受け取りもこっちに並ぶのかな、ちょっと待ちたいと思います。ポート預かりなんてやってるんですね。1日400円、1着につき50マイル貯めれるそうです。50マイルと聞くと悪くない気がしちゃいますね。お願いします。引き取りで1人で、はい。それではベビーカーをゲットしたのでチェックインしていきたいと思いますということで、チェックインしていきたいと思います。エリートプラス。やったね。もらえたね。ちょっとやってみよう。やってみようね。向こうついてからね。それでは無事チェックインすることができました。ということで、セキュリティチェックね、出国行きたいと思います。はい。はい、行くぞ。遊ぶぞ。無事出国セキュリティチェック終了いたしました。いやー。ということで、今回は何のラウンジも入れないんで、ティアットラウンジ行きたいと思います。混んでますかね。では、ティアットラウンジ到着。あ、全然並んでない。これはいけそうですね。前回はここまで並んでましたもんね。行きたいと思います。それでは、ラウンジ入りました。ラウンジ内は混んでますけども、並びはできてなかったですね。で、同伴者料金はアポロプラチナだと2200円なんですけども、ここで普通に払うと1900円なんで、それで入りました。ということで、軽く食べて飲んでいきたいと思います。それでは1杯目、ビールいただきます。息子さんが映りたいので、息子です。焼きおにぎり美味しいですか？で、オレンジジュースかと思った。それでは夕飯にしたいと思います。ホームラン犬と、マーカーズなんとかっていうウイスキーいただきました。息子さんはこのチップスを食べるそうです。いやー。ではいただきます。おいしい。そう、わ、肉あるね。肉一つもらってもいい？どうぞ。いただきでは、ます。いただきます。これがうまいですよね。硬い。
一緒に焼きそば食べよう。では炭酸水も置いてありますんで、なんか昔サワーあったのなくなっちゃったんですね。ちょっとレモンサワー的なのが飲めた覚えがあるんで、ちょっと飲みたかったんですけど、ということでウイスキーの炭酸割りいただきます。どうぞ。息子さんですって言って。息子さんです。はい、おいしい。それではしばらくゆっくり食べて登場を迎えたいと思います。はい、それではセブンイレブンに滞在中のお酒買いに行きたいと思います。息子さんも元気です。イエイエ。息子さんがどうしても乗りたいということで乗ってます。ちょっとお腹痛いんだ。冷たいもの飲みすぎちゃったんだよね。それではセブンイレブン到着。ウイスキー買っていきたいと思います。それではラスト1杯ビールに戻しました。いただきます。もうお腹もいっぱいなのでこれを飲んで登場行きたいと思います。それでは登場していきたいと思います。140番ゲート一番遠いところですね。行きましょう。それでは登場していきたいと思います。いい、Other side. Thank you. Hello. それでは登場いたしました。まあ、前回と一緒ですね。機材は767ですね。ちょっといろいろね、一緒にもらいましたんで、ぐちゃぐちゃになってますけども。こちらですね。Boeing 767-300ER ですね。で、シートピッチはこんな感じですね。で、AC がここにあります。で、ここに USB ポートへイヤホンジャックがあります。で、やっぱりこのトラベルキットもらえるんですね。うん。で、スリッパとかももらえます。あと、イヤホンももらえますね。はい。っていう感じになります。やはり搭乗率はね、そんなに多くないですね。前回ね、搭乗した時はね、かなり多かったんですけど、結構空席になっております。後ろとかね、もうゼロですし、私の後ろにもね、座席あるんですけど、ゼロですね。埋まってる感じだとしたら6割ぐらいですかね。うん、真ん中の席も空いてるところもあります。ということで、約7時間ぐらいのフライトを楽しんでいきたいと思います。娘さんはだいぶチパチパが止まりません。チパチパですね。それではちょっとよく見えないかもしれないですけども、離陸いたしました。ということで今回ね、このエコノミークラスは232の座席なんですけども、真ん中の3列をね利用させていただいております。まあ0歳の娘はまだ席はいらないんで、私の膝の上で寝ています。ということで約7時間ぐらいのフライトですね、楽しんでいきたいと思います。機内食が夜、そして明日の朝に軽食がね出ると思います。それでは機内食が始まりました。パスタで、こっちはチキンで、愛ちゃんのはポーク、見せて。こちらがポークです。どれも美味しそうですね。いただきます。息子さんも機内食にテンション上がってます。機内はかなり揺れてますけど、赤ワインからいただきます。なんか機内の照明がね、すごいなんかオレンジみたいな機内になってまして、私の顔もオレンジになってますね。今回パスタにしましたけど、どんなお味なんでしょうか。さっきはね、チーズ伸び伸びでした。ちょっと見えるかな、チーズ伸び感。いただきます。ではいただきます。中にはトマトのパスタオムレツみたいな、中にはね、ほうれん草がたっぷり入ってます。
食べるにはかなりギルティですね。美味しい。ポテサラと枝豆は本当にめちゃくちゃ美味しい。枝豆もなんかナッツみたいなのかかってるんですけど、これはうまい。酒が進みますね。こんなところですかね。またゆっくりいただきます。いやうまい。それでは奥様が飲み物いらないって言うんでビール頼んでもらいました。いただきます。なんだかんだ朝日スーパードライ、うまいですよね。それでは機内食も終わりましたので休みたいと思います。それでは食後にもう一回飲み物が来ましたので白ワインにいたしました。健康を気遣ったふりをしています。めちゃくちゃ飲みやすくて美味しいです。ということでビールも赤ワインも白ワインもいただきましたので、まあ、これをちょびちょび飲みながらトップガンマーヴェリックでも見たいと思います。ちょっと暗くて見えないかもしれませんけども、子供を膝の上で寝かしてたら空いているところを使ってくださいということで、ありがたいですね。先々のところに息子を寝ることができました。デルタ航空さん、ありがとうございます。ということで私は歯磨きも済ませましたので休みたいと思います。ではおやすみなさい。それではあと到着まで1時間のところで軽食が配られてきました。ハンバーガーですかね。いただきます。いただきます。中にね、卵とチーズ入ってました。非常に美味しいです。ちょっとまだ酔いが冷めてないでアップルジュースにしました。それではまもなく到着となります。それではダニエル経由の空港到着いたしました。Thank you. Bye. Thank you. Bye now. Thank you. Thank you. Thank you. それでは到着いたしました。入国していきます。どう？テンション上がってますか？ハワイに到着です。うん。はい、ということで無事ね入国いたしました。今回ねデルタ便の、ハワイね、利用させていただきましたけども、ちょっとね前回の動画とねかなり同じ感じになってしまって申し訳ない限りなんですけども、楽しんでいただけましたでしょうか。ちょっと私はね飲みすぎて気持ち悪いです。はい、ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。